過去最高の体感速度で迎えるシーズンの折り返し、6月のリーグ再開からあっという間に20試合を消化しました。2020明治安田生命 J2 リーグ第22節、徳島ヴォルティス対松本山雅 FC の一戦をお伝えします。そしてここでセレモニーが行われます。前節の大宮戦で J2 さん100試合の出場を達成しました川田篤に花束が贈呈されます。ではスタメンを紹介しましょう。今日はですね、7人メンバーの変更がありました。キーパーは上福本、最終ラインは内田、石井、福岡、中盤が岸本、梶川、鈴木、徳間、浜下、そしてフォワードに西谷、柿田、清武の3人を起用してきています。対する松本も7人の変更です。キーパーは村山、最終ライン大野、橋内、時田、高橋亮、中盤は鈴木優斗、藤田、米原、杉本、ツートップはジャエルと高木。新監督の下で始めるこの初めてのゲームとなります。清武が来ました。枠のわずかに上、まずは挨拶代わりの一発、フリーキックを放ちました清武です。ここは柿田がキープ、クロスが来た、西谷のシュート、浜下から西谷へというシーンでした。まあ、ジャイルを使った前の推進力ですよね。そういう部分非常に出てますよね。はい、いいですよね。いいですね。高橋激しく行って、うん、ジャイルが落とす。高木ドリブルで運んでシュート、うん、しかし上福本の正面です。今度は左サイド清武です。外に預けて福岡プレスを受けます。梶川から浜下、前を向きたいところでしたが、一度西谷に落とす。西谷のシュート、村山パンチング、ジャイルが収めたボールを杉本が回収、右サイドに鈴木優斗、すっと藤田が上がっていく、鈴木が打ってきました。この後ですね、さあバッター中に入れて渡井、これがファーストタッチになりました。渡井右サイドに展開して藤田から浜下、その外を藤田が抜けていく、クロスをシンプルに送る清武、ダイレクトで合わせていきましたが、これは枠の上、さあ一気にギアを入れて先制点を奪いたい徳島、今日勝てば暫定首位。大きく曲げて、さあこのこぼれ球、清武のシュート、先発起用に応えました。清武幸喜、後半15分徳島先制1対0、大きな1点になりましたね。まあ、最後はねどちらに転ぶかわからないような状況の中で、まあ、清武落ち着いてましたよね。最後は胸トラップうまく抑えましたね。自ら打ったシュートの帰りでしたよね。うん、そうですね。鈴木優斗、山本正樹から縦、坂野がワンツーでもらって仕掛けていく、倒れた。さあ判定は PK。 坂野が PK 獲得。素晴らしいコンビネーションでしたね。一気にスピードを上げてワンツーから坂野が PK を獲得しました。さあ大事な PK になりましたね。同点のチャンス、松本、キッカーはこれはジャエルに託します。
手の動きをしっかりと見て1対1同点に追いつきました。 PK 成功、移籍後初ゴールとなりましたジャイル。まあ、ギアが上がった状態の中でどちらが点を取るかというところになってきましたね。中身また下を抜いた藤田がヒールで落とす、こぼれ球ジャエル、わずかに右ダイレクトで合わせました。いや面白い、攻撃でしたよね。まだ今尾が拾う、さあ仕留めきれるか徳島、しのげるか松本、ノーファイノーファイ、スペースで鈴木徳馬、シュートモーションに入りましたが打たず、ここで狙ってきた、最後は福岡のシュートでした。今試合終了を告げるホイッスルが吹かれました。試合終了と同時にため息が上がって、その後拍手が送られたというこの鳴門のピッチです。1対1の同点、勝ち点1を分け合う形になりました。